ただきありがとうございます。スイチャンネルのマイトコージです。今回はイオチージビーさんコラボの帽子の第2弾で、ちょっと車の中で揺れが激しいけど、今回は前回と別タイプの帽子を2種類紹介したいと思います。まず1個目はこちらの、なんていうんだこの帽子、ハンチングか、ハンチング帽か、こういうタイプのハンチング、こういう形のね帽子です。また後で外出て、日差しの下でね、どんな感じか紹介するので詳しく見ていただけたらと思います。はい、こちらが2つ目の帽子の、カウボーイハットみたいなものです。こんなの後ろを見るとこんな感じでリボンがついてて、でなんかね、こう前下がりで被るとちょっとウォーキングデッドのリックみたいになります。ちょっとこれぐらいで被った方がいいね。で真ん中ぐらいで被るとこんな感じ。どんな、着脱は OK、 被り心地はいいね。やっぱこれもこう中にこう調整の紐がついてて、調整ができる、なので頭小さい人でも被りやすいです、余裕があるね。今髪の毛もじゃあでかい人でもかぶれる、かぶれるけん、ね、似合うなコージで。材質とかは何やったっけな、っ見てみて、ポリエステル 35% コットン 65% ほう、ね、生地は結構硬い、丈夫そう、しっかりしよう、しっかりした作り、肩が、本当だ、肩もね、壊れそうにない感じ、いいんじゃない、パコ、ちょっとお出かけに、これからいいんじゃないですか、これからの季節にかぶれそうな感じ、かぶったら秋冬で、じゃあちょっと日差しの下に出てみたいと思います、こんな感じです。ちなみにここは近所のね、農事センターっていう場所です。ちょっとこっちだと逆光になるな、こっちから撮った方がいいか、ちょっと歩いてみて、ヤギゴムね、こんな感じでいいね、いい感じやね、うん、こっちから撮った方がいいな、日が当たっていい、どんな日よけも良い、なんか顔の辺が日よけになるね、こんな感じです。以上、あんたも撮ったら、それもあんたの撮っとけば、こっちのハンチングはこんな感じです。見えるかな、こういう感じで、あれがハンチング、かぶってる、かぶってる人がいますねこんな感じです。まあ、おしゃれよね、いいね、かっこいいね、かっこいい、これもいいやろ、これからね、はい、こんな感じになります。いよいよちょっと右向いて、こんな感じ、横のあれがいいね、ベルトも、ね、女の人でもかぶれて可愛いです。こんな感じでカウボーイハットって感じです。後ろにこの飾りのリボンがついてて、見えるか、かぶったらちょっと眉は今上の方で三つ編みしてるからかぶりが浅いかもしれんけど、こんな感じです。ティッシュでもやない、ほい、こうやってこんな感じでかっこいいカウボーイハットです。ちなみに男の人が被ってもいいです、男女兼用、
な感じで、あ、手が入ってた。自撮り棒持ってくればよかったな。これもね、着脱が楽だし、こう。こんな感じです。こっちで持ってセミが鳴いてる。チュクチュク帽子やな。メダカ見た？見てない、まだ。こんな感じです。こんな感じです。どんな工事的には、うん、いいね。いい感じ。かぶり心地もいいし、工事は似合ってます。前もかぶれるけど、今日もちょっと高い位置で結んでてかぶれないんで、代わりに工事がかぶってる感じです。ありがとうございました。